アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。2011年1月9日後楽園ホール、クラッシュ初代王座決定トーナメントラウンド2は63キログラムリミットです。初代王座決定トーナメント1回戦最後の戦い、浦部光也対イ・ソンヒョン。さあ中村さん、はい、浦部光也は昨年も非常に実りがありました。そしてエース宣言ですね、飛び出しています、はい。本当に昨年のこの立ち技の格闘技界の中でも、僕は一番成長プラスインパクトを残した選手だと思ってるんで、はい、本当に勝ってきた選手を見ると全員チャンピオンクラスですからね。そうですね、はい、僕はこのトーナメントでも優勝候補の一人だと思ってますね。大石俊介、強肩竹内雄二、そして大和哲也と戦う相手が強化されても9戦9勝、プロではまだ負けがありません。そして20歳、あの成人式がもう近いという状況のようですね、はい、本人に話を聞いたんですけれども、いやリング上でそれを僕は迎えますと、はい、そんな風に話をしてくれました。右をリードジャブにしています赤いグローブが浦部光也。さあ対する青いグローブ、韓国イ・ソンヒョンがこちらさらに若い19歳なんですね。いやこの選手は あまり日本では知られてないと思うんですけど、かなり強いと思いますよ。すでに34勝を挙げています、はい、そして韓国格闘技協会の王者なんですけれども、ウェルター級だそうですね、はい。フィジカル的な強さもあると思いますし、まあ、それだけキャリアも重ねて、まあ、経験値も積んでいるでしょうから、はい、本当に浦部選手としては難敵を迎えた1回戦じゃないですかね。まさにそうですよね。トーナメント出場メンバーでいけばイ・ソンヒョン、あの西賀喜左衛門選手に完勝しています、はい、体格があります。潜るようにしてからパンチ、左のローキックで、そのすねの傷がすごいですね。あもういかにもこう蹴り込んできたって感じじゃないですか、あのよくあの昔の選手がビール瓶で叩いて鍛えたり、鉄柱を蹴ってなんていう話聞きますけれども、前蹴り、そこに光也が放っていきます。左の飛び膝、体の大きいイ・ソンヒョン、それに対して冷静な印象のある浦部光也。今回準備期間もしっかり取ることができました。いいトレーニングができたそうですね。なるほど、まあ、本当にこのトーナメントってすごく浦部選手と大きいものだと思うので、やっぱり気合入ってるでしょうね。そうですね、左ボディちょっと危ない体勢になりましたが、あこれにはイ・ソンヒョンも怒りました。今ブレイクが入るか入らないかというところでしたね、はい。左のミドルキック、中村さん、まずこれが一本芯になりますね、はい、そうですね。また浦部選手うまくあの右の手を使って、はい、ソンヒョン選手が前に出てくるのをディフェンスしてますからね。逆にオーソドックススタイル、今右のストレートが青いグローブのイ・ソンヒョン。ここで第1ラウンドが終了しています。さあ中盤の第2ラウンドです。クラッシュを背負わせてくださいという赤いグローブ浦部光也、それに対して対日本人選手連勝を狙うイ・ソンヒョン。いや圧力をこれ一気にかけてきました ね、これは前に出るラッシングパワーはありますね。さらに体の強さ、まず何かこう一つ壁のようになりそうですね、はい。浦部選手の奥足のローキック結構当たってるんですけどね、はい、まだこう効いてるような素振りは見せないですよね。浦部の左ローですか、はい、ソンヒョン選手 の奥の右の足を狙って、一度の方から結構蹴ってたんですけどね。ここ今も出しました。逆にハイキックで潰してきます。ボディへワンツー、右ロー、逆にイ・ソンヒョンが奥足にローキック、はい、コツコツボディを打ったりローを蹴ってるのはこれもし長期戦だったら浦部選手きついですよ。これは嫌ですね、はい。左ミドルキック浦部、
お兄さんの弘隆選手がすでにあのアンダー60キログラムトーナメントですね、はい、そこで勝ち上がっています。兄弟で切磋琢磨、チームドラゴンへ移籍も果たしました。そこからこのリング上の戦い一本、今この大勝負を迎えています。浦部光也です。強い前蹴りですが外しています。イ・ソンヒョン、今この打ち終わりなどは危険ですね、はい、気をつけないと危ないですよこれは、頭部へのパンチからボディへ飛び膝、でもこれもまずキャッチされましたね、狙いはすごく良かったと思うんですけどね、はい、ボディ振ってそこから倒っていうのはまずイ・ソンヒョンが動じないんですよね、はい、本当にこう攻撃もらっても効いたような素振りも見せないですし、はい、もう下がらないですよね。韓国人ファイターは非常にタフな選手たち、試合する選手たちは多いですけれどもね、彼も同様です。右フック、さらに左のローキック、今残り30秒の第2ラウンド、どうですかこれ、浦部としてはまだ探っているんですか。いやーちょっといろんな攻撃当ててると思うんですけど、そのこうこれで効いたっていうのがなかなか出てこないので、はい、こう狙いをちょっと定めにくいのかもしれないですよね。もしこうボディで動きが止まったり、ローで足が止まったりすれば、そこからいろいろ切り崩していけると思うんですけど、はい、まだこの段階ではそれが見られないので、ちょっとやりにくいでしょうね、浦部選手は。膝もヒットしなかった第2ラウンドです。兄弟でチャンピオンになればこれ快挙でしょうね。そうですよね、そしてできないことではありませんね、はい、役者が揃っています。 1.9 クラッシュのリング最終ラウンド、ここはパンチの打ち合いから浦部光也とイーソンヒョン左アッパー、さあサウスポースタイルから赤いグローブ浦部です。とにかく戦い方、はい、さらにどうチェンジしてくるのか、もう少し浦部選手としては手数を増やして前に出て、まあ、3ラウンドなのでここでちょっと試合の山を作りたいでしょうね。そうですね、はい、イ・ソンヒョンの方はどうでしょうね、まあ、ソンヒョン選手としてはそこまでこうペースを変えずにずっとこのままのペースどん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 削っていけば、はい、まあ、次第にどこかで倒せるっていうそういう戦い方じゃないですかね。ボディへの連打、はい、有効になってくるか。イ・ソンヒョン近い距離離れる、前に出てくるところ、左膝浦部、右リードジャブ、左ストレートまでは当たりませんね。最初の1分が過ぎました。第3ラウンド、すでに同門チームドラゴンの梶原龍二は勝ち上がっています。そして浦部本人も龍二さんと戦いたいと公言しています。同門対決が実現する可能性ありますからね、トーラーの。そうなんですよね、はい、浦部選手はもうちょっとミドルだったりローだったり蹴ってもいいかもしれないですね。あ、蹴り技ですか、はい、そうですね、はい、肘も使ってブロックしています。イ・ソンヒョンのパンチ左右、浦部が右を当て込む。結構右のカウンターが取れてると思うんですけどね、下がらないですね、ソンヒョン選手は。いやそうですね、はい、気持ちでは絶対に引かないというイ・ソンヒョン。ここは押し返して浦部左アッパー、いやでもまたイ・ソンヒョンに効いているように見えないんですね、はい、そうですね、かなりパンチ当たってると思うんですけどね、はい、バックブロー逆に右ストレート、イ・ソンヒョン右膝もあります。前蹴り、ちょっと浦部選手動き止まりましたね。手数でもイ・ソンヒョンです、はいはい、右が強い、右膝も強い、左膝を返す浦部、もう一発。いや今のもガードの間から入ったと思うんですけどね、左の膝が、はい、いやそれを奥日にも出しません、はい、残り20秒、
思い切ってイ・ソンヒョンが入ってきます。前蹴り、それには右のミドルキック、右フック、さらにボディへパンチの打ち合い、勝負に出てくるかイ・ソンヒョン。ここも膝から右アッパー左フック、浦部危うしという第3ラウンド終了の場面です。いや、これ打たれ強さとそのハードヒットをイ・ソンヒョン見せましたね。はい、ですね。まあ、あの浦部選手もあの右の、まあ、カウンターを狙って結構ソンヒョン選手は当てたと思うんですけど、はい、ソンヒョン選手ビビらずに前に出続けましたね。お聞きの通り三者とも29対29、0対0です。これによりインターバルの後延長戦となります。後半ソンヒョン選手が盛り返して、そういう流れの延長ラウンドなので、ここは浦部選手にとってはきつい流れのまま延長に入りましたね。またまた、はい、エース襲名に試練が訪れた、はい、ということになりました。まあ、ただこういう試合で勝てるかどうかっていうのがまたこのエースに課せられた宿命でもありますからね。試される一戦、はい、延長戦、青イ・ソンヒョン、赤浦部光也。パンチの打ち合い、さらに膝。いや、ここもイ・ソンヒョン前に出ます。浦部がどう応じるかですね。そうですね。右、そして前田健作代表がどんな策を授けたのか、はい、それも気になります。ただこのラウンドは3ラウンドと比べると浦部選手前に出てますね。そのようですね、はい、相手も疲れているという声。まあ、きつい試合なのはソンヒョン選手も一緒ですからね。全く消耗戦ですよね。はいはい、ダメージを顔に出すか出さないかは別として、あ、ここもちょっと軸がぶれたか、はい、イ・ソンヒョン、プレッシャーをかけていくのは今浦部でした。はい、左 のこのボディーブロー良かったですね。はい、回して打つような感じ。はい、リストを使ってきます浦部光也。ここも同様、あのレバーブローというよりもこう溝打ちあたりをこう打つような、そういうボディーフックなんで、はい、あ、今の膝もいいですよね。ねじり込んでいきます。はい、パンチでボディ効かせて、その後膝までつなげて、だいぶつながってきたということですか。はい、これであの動き止まればこの上のパンチも当たりますからね。今は右があります。はい、逆に相手のパンチは顔面かわしている浦部です。はい、あ、有効打の差にもなってきますね。はい、逆に浦部選手ここでこのボディ攻めっていうのが一つ効果を出して始めましたね。勝負は3ラウンドではなく4ラウンドと、はい、バックブロー、これは空を切っています。いや、でもプランとしては面白いか。残り1分を切ったエクストララウンドです。ボディ打ち浦部、ここに来てあのミドルキックも功を奏したんですね。はいはい、ちょっと逆にソンヒョン選手の方が手数止まってきましたね。単発になっています。はい、あ、そして追いかけますけれども、その後は浦部がいなしますね。はいはい、右、さらに顔面が流れたところに左、ともに口を大きく開けて呼吸しています。苦しいのは同じ韓国の若きエースイ・ソンヒョン、日本クラッシュのエース候補浦部光也。ここで蹴れるのはいいですね。左のミドルキック、はい、右アッパー、いや、まだソンヒョンのパンチは鋭い、重い、競り勝たなければいけません浦部光也。あ、今も一瞬蹴りを出せなかった、でも意地で最後は左ミドルを出しましたかね。はい、戦いが終わっています。エクストララウンド判定を待つ両者です。いや、この表情が苦しさを物語ります。はい、いや、でももうイ・ソンヒョンサイドもこれ同じですね。はい、いや、本当タフな試合でしたね。タフマッチ、気持ちの面でも削り合いだった。浦部一票、浦部です。延長判定3対0、韓国の若き強者を下しました浦部光也。